こんにちは、主婦家の宮城かほです。今回はですね、その名も自助会だーい自助会だいって、あれです、自分の本を自分で紹介しようのコーナーです。イエーイ。っていうのも、私 YouTube を始めた一番の理由は普通に自分の本を紹介 したかったってか宣伝したかったっていうのが大まかな理由だった気がするんですけど、まあ、もちろん本の話したかったみたいなのはあるんですけどね。なんですけど、自分の本の話全然してないっていうことに気づいたので、ちょっと今更なんですけれども、三宅かほの本を三宅かほ本人が、ご紹介するっていう、もう宣伝と言いますか、まあちょっと裏話をね喋っていこうと思うので、ぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思います。私の本は今まで7冊出ております。私もうすぐてか、この動画が出る頃1冊目の本を出して5年、5年、びっくり、5年になるんですけれども、それでまあ7冊、多いかどうかはちょっと微妙ですが出しております。はい、というわけでですね、まず1冊目がこちらです。人生を狂わす名著50っていう、まあ兵庫の明石市にある出版社の、ライツ社さんっていうところから出してもらったのが1冊目になっております。これはもう2017年の9月末ぐらいに出て、そこから私の書評家人生が始まったんですけど、たまに書評家ってどうやってなるんですかって聞かれることがあるんですけど、私は1冊目の本を出したのが書評の本で、でだったから書評家って名乗ってますみたいなことをよく言っています。この本が出るきっかけは、天王寺書店っていうところで私バイトをしていて、本屋のバイトだったので、まあ、本を紹介するブログを書いたら、それがちょっとこうバズって、で本にしませんかって言われて1冊目を出たみたいな経緯になっております。私2016年のハテナブックマーク年間2位とかになったんですよ。なのでハテナ社さんには足を向けて寝られないっていうような作家人生を送っているんですけれども、これは50冊本を紹介しているよっていう本なんですけれども、1冊ごとに次に読む本っていうのをなんと3冊ご紹介してるんですよ。ちょっと見えるかな、こう1冊紹介するごとにこう3冊次に読んだらいいな、これだよっていう3冊をご紹介してるので、なんと合計200冊載っているっていうのがこの本の売りになっています。私も本当にこの3冊を出すのがマジで死にそうだった思い出しかなくて、1冊目の本ってもう何をするのか全く分かってなかったので、本当に全てライツ社さんにもうお世話になったというか、ライツ社さんがすごく構成考えてくださって凝った本になってるんですけど、このバーサスみたいなのを手書きで書いて50冊分送ってくださいみたいな話とか、あとハッシュタグを全部入れてくださいとか、一つ一つの原稿を書く以外の作業が本を出すのって地味にめっちゃ大変なんだっていうのをすごく知った一冊でもあります。本当これが私一冊目で本当にありがたかったなと思ってて、もちろんね出せたこと自体もものすごくありがたいことなんですけど、何の実績もない人の本を出すなんてね、よくやったもんだと今なり思いますけど、それ以上にこの本がすごく中身も凝ってて、本の工夫をすごくして初めて本なんだなみたいなのをすごくこの一冊目でめちゃくちゃ勉強させてもらったので、この本があったからやっぱり未だに自分でもやっぱタイトル凝らなきゃなとか、パッと手に取った時に分かりやすいコンセプトがあった方がいいなとか、そういうことを一冊目の本ですごく勉強したので、とってもありがたい1冊目だったなと未だに思っております。はい、というわけでこれが2冊目です。文芸オタクの私が教えるバズる文章教室、これがサンクチュアリ出版さんから出させていただいた本になっております。書評の本って結構書評の棚自体がないっていう本屋さんも結構あって、そういう本屋さんにはなかなか置いていただくのって難しいなといつも思うんですけど、この本は本当にこうちょっとビジネス本の棚にも置いてもらったりとか、あと本当にやっぱりサンクチュアリ出版さんのおかげでいろんな人に読んだよって言ってもらえる本です。これもね出たのが4年前とかなんですけど、全然未だにこう書店にも置いていただいてたりとか、いろんな人に読んでもらえてるので、本当に今からでもぜひ読んでほしい本になってます。これどういう本かっていうと、まあその通りバズる文章っていうのを書くためにはどんなことをしたらいいかっていうのを、いろんな人の例文から、まあ、
探りましょうそのコツをっていう本になっているんですよ。なので例えばこの帯文にあるように星野源さんとか桜桃子さんとかあと村上春樹さんとかあと片付けのねこんまりさんの、まあ、文章がすごくやっぱり面白いので、じゃあその面白さはどういうコツがあって面白くなってるのか、文章ってこうふんわりしてるけど何があったら読んでもらえる文章になるのかっていうところをこういろんな文章から学びましょうっていう本になってます。個人的にはこれの本は文体についての本かなって自分の中では思ってて、っていうのも私は常日頃同じことを言うにしても言い方ってめちゃくちゃ大事だっていうふうに思ってるんですよ。なので文章でも同じことを書くにしてもどういう文章にするかで全然その同じ内容を言ってても伝わり方って違うよなっていうふうに本当に常々思ってるんですよ。だから自分のブログをバズらせたいってなってもそのブログの内容自体を変えるよりもそのブログの書き方こう文章の構成だったりっていうのを変えた方が早いよなっていうふうに思ってて、そういう意味でその文章の側について学びましょうっていう本になってるんですね。私自身文章の分析ってなんかやるのがすごい好きなので楽しく書いた思い出があります。はい、ぜひ読んでみてください。はい、で3冊目がこちらです。人生お助け処方本、これ幻冬舎さんから出させてもらった本ですね。表紙可愛くないですかすごいね、表紙を気に入っててもちろんどの本も私自分の本の表紙っていつも可愛くてありがたいなって思うんですけど、この本はなんか書評本のこの水玉の感じとかがめちゃくちゃ可愛いと思っていい表紙だなっていつも思ってる本です。これはまあその名の通りいろんなまあ悩みに対してどんな本だったらまあその悩みが解決するかっていう本をご紹介するみたいな、例えば失恋した時はこういう本を読んでくださいとか、まあちょっと変わり種も結構多くて、お風呂に入りたくない時はこの本を読んでくださいとか、合コン前にはこの本を読んでくださいとか、そういう風ななんかいろんな本を紹介しつつ、まあ、悩みに解決するみたいな本になっています。私の中では書評というよりはエッセイっぽい本だなという風に思っています。人生を狂わす名著50とかだと50冊紹介してるので1冊1冊の文字数って結構短いんですよ。でもこれは割と1冊1冊の文字数が割とちゃんとあって、なので主観もすごく入る読書エッセイっぽい本だなっていうふうに思って、楽しい、読んでてすごく好きな本を紹介できたなっていう感覚があります。ディケンズの高涼感とか、あとガラスの仮面とかもご紹介してますし、漫画だったらね、とホテルニューハンプシャーとか、まあ、すごい好きな本を全部詰め込んだっていう感じの本になってるので、ぜひぜひ読みたい本が見つからないなとか、ちょっと面白い本あるかなっていう時に手に取っていただけたらと思います。はい、4冊目はこの妄想とツッコミで読む万葉集っていう、これは対話書房さんから、大和文庫で出させていただいた本です。相沢郁恵さんっていう漫画家さんにカバーとあと中の超可愛いイラストを描いてもらったっていうのが最大の思い出です。本当に中は可愛いイラストなんですよ。で、あと解説も実は漫画で書いていただいてて、とってもそれがねグッとくる、こんな感じで漫画になっているので、本当にこの漫画だけでも読んでほしいぜってすごくいつも思っております。万葉集の、解説の本なんですけれども、令和の改元の時に地味に万葉集ブームが起こったのを皆さんご存知でしょうか。令和っていうね、こう出典が万葉集だみたいな話で、で、ちょっと令和にこう乗っかって私も万葉集の本を出させていただけるようなことになって、すごいなんかその思い出が強いです。私大学院で万葉集を研究してたので、令和の改元の時に万葉集の記事を書かせていただいたんですよ。割といくつか書いてて本当に、でその中の一つを読んでくれた編集者さんが声かけてくれて出せることになった本です。あとこう古典の本ってちょっと今私書いてるんですけど、古典にまつわる仕事ってもっと普通にやりたいなと今思ってるところなので、なんかその原点になるような一冊になってます。ちょっとねこれ書いてる時社会人1年目で新卒1年目で、しかも新卒1年目で私は本3冊出したんですよ。本当にもうマジでなんか信じられないぐらい忙しかった。
ですけど、その時に深夜テンションで書いた原稿が多いので、ちょっとね若すぎてテンションに任せすぎて恥ずかしいは恥ずかしいんですけど、まあでも普通に万葉集のことを分かりやすく知るにはいい本なのではって思ってはいるので、ぜひ買ってみてもらえたら嬉しいです。私的にはちょっとなんかもうちょっと何ですか、よくした万葉集の本をもう一回出したいです。これ結構がっつりね、なんかなんでこんなこと書いたんだろうっていうミスがあったりとかして、すごい思い入れがありすぎる一冊になっております。いやーもうなんででしょうね、構成さんとかも見てもらったのにそれでもミスがあるっていうのがすごい不思議です。それが4冊目、5冊目がこちら、読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからん、あの名作小説を面白く読む方法っていうものすごく長いタイトルになってます。これが社会人2年目の時に書いて出た本になっております。当時ね、ちょうど本当コロナが流行って、2年目はだから私ずっと在宅勤務だったんですけど、在宅勤務で時間ができたので書けた感じがあります。まあタイトル通りこう読んだふりしたけどぶっちゃけよくわからん名作小説って呼ばれているような、まあなんかカラマーゾフの兄弟とか、あとラーショーモンとか、あと我が輩は猫であるとか、タイトルは知って読んだことないなっていう本を、まあわかりやすく読むにはどうしたらいいかっていう、こう読み方の本になっております。例えばちょっとこうあらすじ読んでから読むといいよみたいな話もあれば、こういうふうにメタファーを読めば面白く読めるよみたいな本もあり、小説のこう読み方って中授業で習わないなと私は思っていて、国語の授業はまあもちろんあるんですけど、間違いのない読み方というか正しい読み方を学ぶものなんで、国語の授業趣味で小説を読むため の、 その間違いかどうかわからないけど正しいかどうかわからない、でも自分的には面白い読み方っていうのをもっともっと知ってもらえたら、小説ももっと面白く読んでもらえるんじゃないかとすごく私は思っているので、まあ、その読み方の本になっております。もちろん笠間松陰さんには本当にお世話になってて、なんかすごいアットホームでね、いいなんですかね、こう出版社さんなんですけど、小説読みたいけど何から読んでいいか分かんないな、名作って呼ばれる小説って手に取りづらいなっていう時にぜひ読んでもらえたらいいなと思います。もうそういう思い出の一つに、去年のなんか早稲田の中学校の入試に使ってもらったんですよ、このなんかちょっとこう最初に小説の読み方みたいなコラムがあるんですけど、そこが本当早稲田の中学の入試に国語の問題として出て、も私もすごいびっくりしたし、なんかそういうちょっとこうこんな感じなんだってこう作者体験みたいなのをさせてもらった本でもあります。はい、で、6冊目こちら、女の子の謎を解く、こちらも同じく笠間松陰さんから出させてもらった本です。いろんなこう本とか漫画とかドラマとかいろんな物語の中のこうヒロインを読み解いて、そこから見える現代をまあ分析しましょうみたいな本になってます。私ヒロイン論って一回どっかで書きたくて、やっぱりなんか自分自身なんか女性が主人公の話ってやっぱ好きな話が多いし、あとその朝ドラとかも私すごい好きなんですけど、やっぱり朝ドラが好きなのってそのいろんなやっぱ女性像が出てくるからって、時代によって求められるヒロイン像みたいなのが違ってくるのが結構なんか面白いなと思いながら見てるところもあるので、まあ、どっかでヒロイン論を書きたいなと思ってたんですよ。で、まあ笠間松陰さんからこう、三宅さんってなんか本だけじゃないものもいろいろ好きだから、そういうの批評じゃないですけど紹介をいろいろ書くっていうのはどうですかって言われて、じゃあそれだったら一個軸がねいるかなと思って、まあ、ヒロイン論っていう軸にさせてもらったっていう感じになっております。批評っていうとすごくその世間的に書評よりもいろんなものが入ってくるんじゃないかなと思ってて、入ってくるっていうのは要は重いイメージだったりなんか解きつきづらいイメージみたいなものがなんか批評って言葉になると途端に出てくるよなっていうのはすごい自分でいつも感じているところではあって、で、まあ、その辺をもうちょっとポップに分かりやすくかついろんな人に読んでもらえるようにしたいみたいなのがすごく自分のモチベーションとして一つあるんですけど、まあ、そういう意味で結構こう、まあ、ポップな批評本っていう感じになったので、そこがすごく良かったなと思っている本です。漫画の吉永文さんの大奥とか、トーマの心臓とか萩本さんの
そういう本をいろいろ漫画を紹介でき紹介とかも分析できたのも良かったし、あと個人的には AKB とか乃木坂とかアイドルの変遷ってすごい面白いなと思ってて、まあ、そういうなんかアイドル論みたいなのを結構かけたので、ね、自分的にはやったぜって感じでした。はい、というわけで最新作まで行き着きました。最新作がこちらです、それを読むたび思い出すっていう、これは生徒者さんから出させてもらった本ですね。ユリリカとか現代思想とかああいう本を出してる出版社なんですけど、でもうこれはですねがっつりエッセイになってて、今までの私の本ってまあね聞いたらわかると思うんですけど、なんか本の紹介とかあと本にまつわる本とかが結構多かったんですけど、今回はまあ本の話もしてるんですけど割とがっつりエッセイっていう感じにはなっております。私はですね高知県が地元で、で大学で京都来て、で東京に就職して、でまた今回ちょっと京都に戻ってきたみたいな経歴になってるんですけど、地方で生まれて、で大学も東京じゃない場所で暮らしててみたいなことをしてると、東京だけだと見えてこないものもあるのではみたいな気持ちにすごくなるんですよね。なるんですけど、なんかそれをねなんか SNS とかで言うとちょっとなんか話が大きくなりすぎるなっていうのを割とずっと感じていて、SNS で地方と東京の対立みたいな話になると途端にめちゃくちゃ喧嘩になるじゃないですか。まあそういうことではなくて、自分の実感に近い言葉で地方とか大学生活とかを語れないかなと思って書いたのがすごく執筆のモチベーションになってます。この、まあ地元京都読書っていう、まあ、3つの章に なっているんですけど、まあ、大学生活編とその地元編と、まあ、いろんな読書とかあと本を書くことについてのまつわる話っていうのも、まあ、いろんなエッセイを収録しています。これはね自分的にはすごい書けてよかったなって思う本で、なんか私書評ばっかり書いてるのでエッセイってめちゃくちゃ苦手だったんですよ。なんか自分の話書くのむずくないみたいな気持ちだったんですけど、この本を書いてから割となんか褒めてもらえることもこの本についてはあったので、なんかエッセイもいいなっていう風に思えるようになったので、とても書いてよかったかなと思ってます。まあ、なんかこうちょっとこう地元が田舎だよっていう人とか、あとまあ地方で大学生活過ごしたよっていう人とか、ちょっとあと京都で大学生活ってどんな感じなのか知りたいみたいな人とか、あとまあ単純に本好きな人、お仲間の方々はぜひぜひ読んでもらえると嬉しいなと思います。最新刊もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで7冊ご紹介しました。いや長かったね意外と。はい、というわけでどの本からでもいいのでピンときたよっていう本がある方はぜひぜひぜひ本をまあ買ってできれば図書館でもいいけど図書室でもいいけど、まあできればね買ってね読んでもらえると私的にはとっても嬉しいなと思っております。あとそのまあ感想をね SNS でつぶやいたりしてもらえてもめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひぜひ読んでみてください。はい、というわけで、自分で自分の本を宣伝するコーナーでした。はい、ありがとうございました。